宝探しアドベンチャー謎解きバトルトアーは日本テレビ系列で2011年7月6日から2013年2月25日まで1900枠で放送されたクイズゲームバラエティ番組番組開始から3ヶ月間は水曜日19時19時56分に放送されていたが2011年10月から月曜日19時19時56分に移動した 2013年以降は、年数回の特別番組となり、2016年までに8回、放送された。略称は、謎解きバトルトアー、または、トアー。キャッチコピーは、取れるもんなら取ってみろ。タイトルロゴや BGM は、インディ・ジョーンズをモチーフにしている。古代遺跡、トアーの魔球を舞台に、伝説の秘宝、黄金のファラオと小僧を求めて様々なステージに、 挑戦する。2010年4月21日から2011年3月9日までは同時間帯で密室な解きバラエティ脱出ゲームデロが放送されていたが2011年3月11日に東日本大震災が発生しデロのゲーム内容に津波などを想起させる演出が含まれていたため3月16日以降の放送が中止となった。 結局、デロは3月9日の放送を最後に放送終了となり、約4ヶ月間の休止期間を挟んだ上で、当番組にリニューアルされた。初回となる7月6日は、19時20時54分の2時間スペシャルとして放送された。2011年10月より、1900水曜枠で、新番組、一番ソングショーが放送されることになった。 ため、当番組は10月から月曜日19時19時56分に移動することになった。同時に、1900水曜枠では2時間スペシャルのみの放送だったトスが、レギュラー放送を開始する。しかし、トスのみ全編ローカルセールス扱いのために、ネットスポンサーはつかなかった。また、自社制作番組など別番組への差し替えもあった。 月曜日での放送初回となる10月17日には、19時20時54分の2時間スペシャルとして放送された。なお、水曜時代に放送された、直後の番組、笑ってこらえて。との接続はステブレレスだったが、月曜時代の直後番組、世界丸見え。との接続はジャンクションステブレ入りに変更された。2012年9月24日には、 番組開始以来で唯一19時21時54分の3時間スペシャルが放送された。2012年11月12日には初の4チーム対抗戦の2時間スペシャルが放送された。また一部のゲームで新ルールが追加された。2013年2月25日の最終回2時間スペシャルをもってレギュラー放送は終了した。以降は 木曜日を除いた平日の19.20時代に不定期特別番組として放送されていたが視聴率低迷により2016年4月11日の放送をもって不定期特別放送も終了し5年の歴史に幕を閉じることになったそれから3年後の2019年にダウンタウンのガキの使いあらへんでの年末特番 絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時、ないの脱出ゲームにて本番組よりミイラの間が復活した。また、2014年1月から中国とタイで現地版が制作、放送されている。週替わりで出演し、チームリーダーを務めることが多い。ベッキー以外は、デロから継続して出演。番組の作り出した。 古代遺跡風のアトラクションとクイズに対し2チームまたは4チームに分かれた出演者が知力、体力を駆使しながら秘宝、黄金のファラオトコゾの獲得を目指す。初回の2011年7月6日放送分から登場。ドアーのステージでは唯一、デロ時代からのリニューアル、継続がない唯一のステージ。また、現在に復活していない。 デロ、時代にあった、ステージ、天井の間の代わりに存在するため、デロ、時代の、天井の間に近いと思われる。また、2011年3月30日に放送される、予定だった、デロ、の、バトルロイヤル春のジン2時間スペシャルに登場する、予定だった新ステージがこの、床の間かどうかは現時点で不明。1チーム3名の挑戦者が、 徐々に傾く滑りやすい床の上で、対岸に現れる足場に移動しながら、問題に正解して、頂上を目指す。なお、条件を揃えるため各自手袋と靴下を着用した、状態で挑む。レギュラー放送の最終回となった2013年2月25日放送分で、初登場。基本的には、床の間と同じだが、遡りパートが変更されている。 初回の2011年7月6日放送分から登場。デロ時代の爆弾の間と遺跡の間の特徴を合わせ持つステージとなる。1チーム3名の挑戦者が3つの洞窟の中でクイズに答える。制限時間は通常時は10分。2時間スペシャルではスペシャルゲストクイズが出題されることがあり、その場合は 制限時間が12分に設定される場合がある。また、開示に公開記念特別編では1問4分、かける3問で行われた。2013年1月21日放送分から、登場。レギュラー終了と同時に、前述の、洞窟の間に戻されたが、2014年10月4日、放送分ではルールを変更した上で復活した。同時に3人が、 洞窟に入り、スピードチョイスクイズに挑む。初回の2011年7月6日、放送文から登場。デロ時代の壁の間をほぼそのまま踏襲。講述するトヨタとのコラボ CM でも使われたステージ。2013年1月7日、放送文から登場。両チーム2人ずつ参加し、2チームが2対2で対戦する。まず、 鉄球の試練への挑戦権をかけた早押しクイズを行う。問題は移動したり拡縮する穴の向こうから見える写真の有名人や建物の名前を答える覗き穴クイズひねりの効いた商品の名前を答える面白ネーミングクイズヒット曲の歌詞を有名人が読み上げるのを聞いて曲名を当てる歌詞朗読クイズなど不正解は一回休み 二問正解した人から、鉄球の試練に挑戦。鉄球の試練では、鍵ではなく筒に入れるとそのまま落ちてくる鉄球を、相手チームより多く集めることが目的となる。制限時間は、クイズパートの勝ち抜け順に応じて、変動、自分のチームの台座に置いた、鉄球一個につき一ポイント。ただし、壁に挟まれた場合は脱落、脱落者の置いた。 獲得した鉄球や台座に置かずにそのまま持ち去ってしまった鉄球は無効となり敵チームの台座に置いた鉄球は敵チームのポイントになる一人につき一回だけ金色のラッキーボールが出現獲得すると2ポイントとなる獲得ポイントが高かったチームの勝利となり生き残った人数一体のファラオトコゾを獲得できる 2011年9月21日放送分から登場。デロ時代の石像の間をほぼそのまま踏襲。高さ 150cm、長さ 18m のステージが舞台。デロ時代と大きく変わった点として、床に砂が敷き詰められていること、石像停止ボタンが撤去され、跡地には新たに試練パートのボックスが追加したことが挙げられる。また、 石像が最初に動き出す際に、デロでは、鼻から炭酸ガスを吹き出していたが、当番組では砂を吹き出すようになった。さらに、クイズパートのほとんどは、デロ時代のルールを踏襲している。1チーム3名の挑戦者は、自身の足首につけられた金具にロープを取り付ける。うつ伏せに寝かせられた挑戦者はスタートと同時に、 部屋の反対方向に待機する石像の近くまで引きずられ、さらに3枚の扉が閉まって前方を塞がれる。扉が完全に閉まると同時に、石像の目が緑に光り前進を開始しスタートする。挑戦中には挑戦者の背後から石像が迫ってくる。石像がデッドゾーンに到達すると、挑戦者は全員石像に食べられてチャレンジ失敗。 しかし一人が、石像の花のボタンを押すことで、その人が、身代わりとして食べられるのと引き換えに、石像が、デッドゾーンから3メートル後退する。身代わりとなったものは失格となる。なお、花のボタンを押した人が食べられるまでは、回答受付は一時停止し、回答はできないが、回答用ブロックを並べて用意することは可能。また、犠牲になる人が、 石像の花のボタンを押してから食べられるまでに答えがわかった場合、残りの仲間に正解を教えることは認められている。2011年10月17日放送分から身代わりをすると石像の口から炭酸ガスが排出されるようになった。なお、デッドゾーンの手前8 0トルはデンジャーゾーンと呼ばれており、石像がデンジャーゾーンに達すると警告音が鳴り、 警告灯が点滅する。デロ。時代には、デッドゾーンとデンジャーゾーンは床に描かれていたが、トアーでは砂を敷いて、床が見えなくなったため壁に描かれている。石像が脱落する人を食べるときは、目が赤く光る。画面右下には、石像の位置に対応した文字が表示され、石像が、デンジャーゾーンに入ると赤と黄色に交互に、色が変わる、デンジャーの文字。 花のボタンを押すと紫で身代わりの文字が表示される。現時点でデッドゾーン到達はないので何が表示されるのかは不明。また、石像の前進を阻む行為は禁止されている。問題に沿ってひらがなのブロックを並べて正解することで扉を開けていく。三枚目の扉を開くと石像が一旦停止し、並べ替えの試練に挑戦できる。 石像が止まっている間は目が黒くなっている。他のステージに比べて難易度が高く、二人以上が成功することは長らくなかった。2012年6月18日放送では、史上初の一人の犠牲者も出さずに三枚の扉をすべて突破が達成されたが、並べ替えの試練に失敗し三人まとめて、石像の餌食となりパーフェクトは達成されなかった。 2012年7月2日放送で、ついに史上初のパーフェクトが達成された。2012年2月13日放送分から登場。デロ、時代の、砂の間のアレンジ版。ドアー、で、唯一挑戦者入場が映らず、そして、自力脱出不可能な拘束が加えられるステージ。1チームにつき1名での挑戦。四方を石壁で囲まれた。 薄暗い部屋に置かれたミイラ製造機が時間とともに回転、挑戦者の体に伸縮性のある包帯を巻きつけていく。挑戦者はクイズ出題前からミイラ製造機の台に据え付けられている白いギプスのような専用の靴を履いている。呼吸ができるように顔の部分には3周程度しか包帯を巻かない配慮がされている。そのため、 チャレンジ失敗になっても会話は可能。挑戦者は、制限時間60秒以内に挑戦者の趣味や、造形に関する一問多答クイズを7つ、正解すれば、ミイラ製造機が逆回転して、包帯をほどき、挑戦者は解放されて、秘宝一体を獲得できる。時間切れになると全身に包帯を巻きつけられ、ファラ男型の巨大な棺のような箱の中に閉じ込められて、 チャレンジ失敗となる。また、この時、ファラ男が、デワさんには、私の仲間になっていただきましょうというのが通例。2012年7月23日放送分では、清原和弘が挑戦して成功したが、自分で勝手に包帯を解こうとしたため、ミイラ製造機の逆回転が途中で止まってしまい、帰って脱出に時間がかかるという事態を、招いてしまった。 壁の間での反則負けに続きステージの仕掛けを破壊した清原の姿を見たファラ男はコンセプトの練り直しだなとぼやいた2012年8月6日放送文からは新ルールとして複数人で挑戦するスタイルも行われている回答できるのは代表者一人のみクリアすれば人数分の秘宝を獲得できるそれ以外のルールは以前と同じである 2012年10月15日放送部により二人が交互に回答するルールが採用され、現在はこちらのルールに変更された。二人で挑む場合、新調査があっても高さ調整はしていなかったが、2012年10月29日放送で、鈴木福と福徳秀幸が挑んだ際には高さを揃えるために足場が用意されていた。史上初の成功者は、 上田信也。最速での成功は、渡辺陽一の残り18秒。女性の成功者は長らく出なかったが、朝香優衣が女性としては、初の成功者となった。なお、視聴者が真似をして、怪我をしてしまうのを防ぐためルール説明には、ファラ男が、良いこのみんなは真似しちゃダメだよと注意を喚起している。このステージは、ダウンタウンの楽器の使いあらへんで、 の2019年末特番、絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時に再利用されている。ただし、以下の点が異なる。2012年9月24日、放送分の3時間スペシャルから登場。デロ、時代の遺跡の間と棒の間の特徴を合わせ持つステージとなる。ステージの構成は奥に巨大な岩壁があり、手前が奈落となっている。 挑戦者は、岸壁から突き出た足場に立ち、出題される、常識問題に3問連続正解しなければならない。遺跡の間と同様、誤答した者がいると正解数はリセットされ、再度3問連続正解しなければならない。1人失格すると2人で3問正解しなければならないので、1人目は2回正解しないといけない。 二人失格すると一人で三問連続、正解しなければいけない。岩壁には、取っ手がついており、挑戦者はここに捕まる。挑戦者の腰に巻かれたベルトにはフックがあり、これで岩壁に体を固定する。後藤すると雷鳴を模した、警告音が鳴り同時に警告灯が点灯する。後藤した挑戦者は、崖っぷちクイズに挑む。 三問正解すると岩壁が一段階奥へと引っ込み、第三段階まで到達するとそこには、宝箱と生き残った、人数分のトイレのスッポンが置いてあり、張り付きの試練に挑める。2013年9月24日、放送分で、初登場。崖っぷちに表示されるクイズに全員で答える。まず三つのジャンルが提示され、その中から好きなものを選択。 岩についているボタンを押してから3秒後にクイズがスタートする。クイズは6連続ビジュアルクイズ。モニターに映ったものの名前を答える。制限時間は、第1段階が45秒、第2段階が40秒、第3段階が35秒。ノルマは6を現在残っている人数で割ったもので、ノルマを達成すればその人の命の足場が出現し、 次の人に回答権が移動する。時間切れになると、岩が突進してきて突き飛ばされ、失格となる。6問正解したら、岩が1段階奥へ移動し、残ったジャンルから次の問題を選択。第3段階をクリアすると、新、張り付きの試練に挑戦できる。2014年4月7日、放送分の2時間スペシャルから登場の新ステージ。 デロ、時代の、水の間のアレンジ版。金網の向こうには高さ150センチメートルのところに、排水口があり、3つの台座の上に、ファラオトコゾウを乗せた船がセットされている。なお、ステージ内には挑戦者が、ファラオトコゾウが、排水口から流れ落ちるのを止めるために使う、アイテムとして、竿1本が備え付けられている。 靴を履いたまま入場していき、くるぶしぐらいの水の量からスタート。でろ、時代は、靴を脱いでのスタートだった。スタートすると、ダクトから、水が放水され、徐々に水位が上がっていく。すぐには答えにくい、常識問題が出題され、30秒以内に、回答する。間違えると、ペナルティとして3本の排水管からも放水され、 それを止めるまで次の問題が出題されない。止めるには、ランプの点灯した、排水管の真下にあるバルブを回さなければならない。5問正解すると、一旦放水が止まり、絵並べの試練に挑戦する。大きくリニューアルされ、水面に浮かんだ、ファラオ男像一体と、フナッしー人形二十体を乗せた船を守り抜くルールに変更された。開始前の時点で、 あらかじめ水位 50cm まで上昇。スタートと同時に、バルブのハンドルが外れた、排水管3本から放水。正解が3から4個ある問題が出題され、すべて正解できれば、ハンドルの入ったボックスのロックが解除。ボックスの中からハンドルを取り出して、バルブにはめて回し、排水管を止める。不正解の場合はペナルティが、発生。 30秒が経過するまで、次の問題は出礼されない。なお、ステージ内には挑戦者が、ファラオとコゾが、排水口から流れ落ちるのを止めるために使う、アイテムとして、わら一切れと新聞紙で丸めた、棒一本が備え付けられている。3問正解して3本の排水管をすべて止めたら、一旦水門が閉鎖され、3文字しりとりの試練に、挑戦する。 初回の2011年7月6日放送分から登場。デロ時代の棒の間のアレンジ版。1チーム3名または4名による直接対決の最終ステージ。全長13メートル、足場の幅20センチメートルの崖に2チームの挑戦者が立たされる。挑戦者の背後には横6個縦10個に敷き詰められたブロックが。 それぞれのチームに2箇所設置されている。各チーム1問ずつ問題に挑戦するが、回答時間中は挑戦者の背後からブロックが一度に2から11個ずつ競り出してくる。そのため、ブロックを避けながらクイズに答えなければならない。体制を整えないと、奈落の底に落下してしまう。なお、クイズ回答時以外に落下してしまう場合もあるが、その場合も無論失格である。 ブロックに押し出されそうになりながら無理に残ろうとして耐えきれずに落下した場合落下後にブロックが本来より大きく飛び出すことがある。また、それとは逆に落下の際にブロックを押し込んでしまうこともある。同じブロックに二人以上いる状態で回答権を持つ人が落下した場合は残っている人に回答権が移動する。このためパスを使用できない局面にて 回答者は自ら落下することで正解が分かった。パートナーに回答権を譲ることもできる。回答者以外の人物が答えを教えるのは反則である。第1回放送では、テリー・等が回答権がないのに3度にわたって、正解を言った直後に落下。その後に、本来の回答者である葉山・エレーヌが正解した。この時はファラ男が登場して、 本人が落ちたことと初回ということで多めに見るが二度目はないと忠告した。ただし、正解を有効とし、反則は適用されなかった。これ以降に回答権なしで正解を言った者はいない。パスは1チーム1回まで可能。どちらかのチームの挑戦者が全滅し、ターンを消化するまでクイズが出題され、残ったチームが生き残り人数2体の秘宝を獲得できる。 ただし、先行が全滅した時点で後校の総合勝利が確定した場合はターンを消化せずに終了となる。また、3体以上差がある場合、負けているチームはメンバーが全滅しない場合でも、先行・後校関係なく、残りが一定数以下になった時点で逆転、または引き分けになる可能性がなくなる。そのため、3体以上差がついている状態で負けている。 型の逆転、または引き分けの可能性がなくなった場合もその時点で終了。勝っている型のブロックが引っ込み、生き残ったものが、非法獲得となる。崖の間開始の時点で点差が、偶数の場合、理論上は、最終結果が、同点になるケースも起こり得る。発生した場合、同点決勝を行って、決着をつけることが、番組内で明言されたが、実際に、 最終成績が同点となったことはないためどこで何をするのかは不明。2時間スペシャルでは、理論上、崖の間で逆転不能な差をつけることも可能だが、実際に発生したことがないのでどのように対応するのかは不明。期、ん、放送開始以来毎回開催されていたが、長らくパーアフェクトが出ないステージだった。2012年11月26日放送分にて、 スケ、ベッキー、鈴木サリナ、庄司千春により史上初のパーフェクトが達成された。なお、庄司千春がパスを使用している。初回の2011年7月6月放送分から、レギュラー放送最終回の2013年2月25日放送分の2時間スペシャルまで登場。勝利チームが最後に挑むステージ。チーム代表2名が挑戦。 崖の間のセットに立ち、中央から出口に向かって進んでいく。道中は14列の壁により塞がれており、7問目以外に正解することで2列ずつ壁が開放されていく。ありがとうございます。